政次郎伝承経より、私が監修しております都春金というおせちについてご紹介させていただきたいと思います。この都春金ですが、都春金というのは都の春の錦と書きますけれども、これは江戸時代の料理書にも多く記載されている料理でございまして、いろんな炊いたもの、焼いたもの、煎ったものなどを大鉢に盛り込みまして、それを取り分けて、いただくという、そういう料理でございました。京都で伝わる、伝統の京おせち、これを前面に押し出しましてですね、縁起物や伝統の食材を多く盛り込んでおります。このおせちは木箱の3段 4.7 寸3段に盛り込んでおりまして、コンパクトに仕上がっておりますので、2人前の使用になっております。この都春金でですね、ご夫婦でお祝いいただいたり、もしくはご家族でそれめいめいにお召し上がりいただくというのも楽しみ方の一つかなと思います。内容もかなりバージョンアップしましてですね、さらに、うちの味に近く伝統京料理を前面に押し出したおせちに仕上がっております。以前、私が監修しておりました明けの春という、大人気おせちがございまして、これをですねさらに、バージョンアップして質も向上させ、素材もかなり、良いものを用いまして、この都春金を仕上げてまいりました。もちろん合成保存料や合成着色料など一切使用しておりませんので、安心してお召し上がりいただける仕様になってございます。どうかこの都春金で新年をお迎えいただき、皆様でお祝いいただけたら心より嬉しく思います。新年明けましておめでとうございます。今年はバーバーが京都でお料理教室通っている道楽さんと店の監修のおせちをスカイメイトさんから取りました。今年は楽させていただきます。道楽さんってどんなお店なの？道楽さんはね、江戸初期から続くね、伝統京料理を出してくれる古いお店。すっごい綺麗よ、すごく素敵。今度行こうね、早く開けてみたいよ。開ける？よし、開けよう。開けてください。やんちゃん開けて。よいしょ。わあ、綺麗だよ。わあ、綺麗。すごいね。エビの中がすごい綺麗。美味しそうじゃない？美味しそう。すごいね。ねえ、アワビも入ってるよ。次。ほら、やってみてこれ、アワビ。最後ね。すごい種類が入ってるね。すごい。うん。お腹減った。美味しそう。美味しそうだね。どれ食べたい？お魚ね。いろんなのあるからね、食べれるね。これ食べたい。エビか。エビ。うん、あと、これかな。お肉？鶏肉だ、ね。鶏肉だ。中にシュクイが入ってるよ。読むよ、明けましておめでとうさんにございます。今日の伝統を踏まえた縁起尽くしのおせち料理で、新玉の年をことほいで遅れやす。今年が家内安全、無病息災、良き年となりますよう心よりお祈り申し上げます。先生からだって。すごい字。ちょっとね、あのね、先生気質だね。和歌も入ってる。読むね、むつきたつ、春の初めに隠しつつ、愛しえみてば、時じけめやも、大友のやかもち。意味、正月の春の初めに、このように共に笑い合うのは、楽しいひとときですね、っていう意味なんだって。初めて聞いた、こんな和歌。次。このおせちは、都春金っていうお名前のおせちで、私が今からお品書きを読むから、バーバー教えてもらってもいい？うん。1-12-13-10、はい、で、金箔黒豆、これだ、
栗渋皮にきんとん、紅白かまぼこ、はまじおえび、カラスガレー西京焼き、かしわくるみ松風、きぬさや田作り、かつのこ、はわさび松前漬け、これだ、これだ、うん、と二の重、次真ん中いくね、伊達巻き、たたきごぼう、彩りきぬた巻き、裏白しいたけ、煮あわび、さば錦糸巻き、サーモン小川巻き、紅白なますふぐ川添え、で三の重いきます、にしん湯葉巻き、あじろこんにゃく、バイカ人参、牛肉やわた巻き、うん、たけのこ、とさに、わかめじびたし、なたねじびたし、昆布巻き、つぶ貝と枝豆の新序、あと、かつおくるみ、かしわみそゆうあん焼き、ぶりのこに、いんげん豆じびたし、以上です。合成着色料と添加品添加物不使用なんだって。誰が食べても安心安全だね。だね。色気、色も綺麗なんだね。うん。盛り付けも全部できてるから楽ちんですごいいいね。食べたい、食べたいね。食べよう。食べようか。うん。いただきます。いただきます。何から食べる？どれ食べよう。お酒のおつまみにも合うね。アビいただきます。すごい牛肉美味しい、うん、美味しい、うん、やわたまき、やわたまき、このブリのこの卵めちゃくちゃ美味しい、お出汁がしっかり効いてる、ごぼすごいよ、分け素揚げして、あたりごまで和えてるんだけど、ごぼうの味がすごいするの、負けてないの、ごぼうの味が、あごまに負けてないってこと、そう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 、そうこれごぼう食べるの、美味しいんだ、うん、うん、これ美味しい、なんかお味がみんな優しい、うん、優しいお味、本当におせち料理ってさ、うん、あまりお箸が進まないイメージだけど、これはすぐなくなっちゃう、濃いんだよね、うん、素材の味がすごい香る、うん、タケノコとかも、うん、おせち料理でもこんなに違うんだね、あとこのサイズはいいですよ、うんうん、小さくていいね、うん、今もう、うん、家族が少ないんだから、うんうん、食べきれなくても困るし、ね、うん、残っちゃうけど、これ食べきれちゃう、うん、持たないかもね、一日で終わっちゃうかもね、食べちゃう、一回終わっちゃう、エビシンズこれも食べてみよう、うん、枝豆、うん、美味しい、美味しい、何やってるの、ニシン、ニシン、湯葉巻き、彩り巻き、すごい綺麗だよね、これ、うん、これすごい、あそこの魚めっちゃうまい、うん、何この魚めっちゃうまい、どの魚、うん、最近あ、なくなったから欲しいのね、なくなったから欲しいんですって、どれ最近焼き、うん、どうぞ、好きなの食べな、ほら、ありがとう、数が決まってるからね、うん、普通のおせちはちょっとね飽きちゃう感じが、うん、これは美味しい、うん、でもこれさすが道楽さんだね、この味はなかなか、うんうん、他では食べられない、ほんとそう、これ食べたい、これ。私がただの千切りじゃないんだよ。カツラむきした千切りはね、めっちゃ違うから食感が。うんうん、だってこんな綺麗なんだよ。うん。おいしい。うん。うん、なんかすごい縁起良さそう。シャキシャキ感と。食べたら、うん、今年幸せになれそうな気がする。素材の味が生かされてるね。うん。おいしい。うん。あ、いるのもすごいおいしいよ。うん。うん、緑の募金って書いてあるよ、売り上げの一部を植樹などでサステナブルな社会づくりに役立ってるんだって、へえ、すごいね、え、見れる、木を植えてるんでしょ、だから、うん、植樹とか、うん、なんかいろいろ美味しい水とか温暖化防止とか、うんうん、すごいね、緑の募金、食べることで世の中のために使えるってことよね、うん、貢献してるってこと、貢献してるってことよね、すごいね、うん、なかなかね、募金ってさ、自分からできないけどさ、うん、こう買うことでさ、その会社が募金してくださったりしてたら、ね、ちょっと参加できるってことだね、そういうことだね、うん、いいこと、金箔食べちゃいますよ、うん、めっちゃ美味しい、うん、柔らかい、うん、甘すぎない、栗きんとんの滑らかさ、うん、
一人占め、うん、そう、そう、一人占め、うん、どう、うん、おいしい、渋川は、うん、食べた、おいしい、食べた、うん、甘みに不動産がないね、うん、本当に、うん、こんなに、うん、ちょっと全部食べれそうなんだけど、黒豆、うん、食べちゃう、全部いただいてよろしいでしょうか。黒豆お気に入りです。本当にとろっとしてないよ、うん、おいしい、こんにゃくおいしい、これおいしい、うん、うん、この松葉でなんかシャキシャキしててとってもおいしい、うん、うん、シャキシャキ、中が入ってる、何が入ってるんだろう。あ、これにもくるみ入ってるって、だからシャキシャキする、ね、うん、歯応えもあるし、うん、鶏のミンチ肉にくるみを加え、うん、味付けした生地にケシの実も入ってる、うん、だってこれめっちゃ美味しい、うん、これ何、ね、13番だから彩り絹玉巻き、干し柿と菊花のきゅうり人参をかつらむきにした大根で彩りよく巻き上げました、だって、うん、ちょっと酢、お酢の味する、甘酢、うん、うん、サバが結構、うん、うん、うん、サバじゃないこれは、うん、こっちの彩りで、うん、どう、おいしい、うん、おいしい、うん、これすごい美味しい、よっちゃんこれ食べてみる、ありがとう、これを、あ、まだ食べてみる、ある、もっと食べるよ、じゃん、いっぱい食べる、ある、これ大好物だ、それ美味しいね、うん、ちょっと味見、これ、うどん、うん、すごい美味しい、すごいね、うん、本当にすごい、丼ぶり一杯食べれる、うん、うわ、全部食べちゃったよ、完食、完食、でもこの年、うん、この年春季は老舗料亭らしく優しい味わいでもうペロッと食べれちゃったね、うん、これだけいろんな縁起物が揃ってて、うん、今年もこれでいい年になりそうだよね、うん、うん、最高、長生きできるんだよ、新しいもの食べると、うん、じゃあ今年みんなで元気で頑張ろうね、ねえ、良い年を迎えられて嬉しいね、うん、美味しかったね、みんなで揃うのが一番いいもん ね、 ね、ごちそうさまでした、はい、しようか、はい、ごちそうさまでした。そうですね、先生の教室に通うのでもう10年は経ちましたね、本当によく通えたなと思うんだけど、本当主人が最初に探してくれて通いきれるかなと思ったんだけど、あっという間にもう月、毎月毎月行くのが日帰りですけど楽しくお勉強させていただきました。で、あの行くたんびにその目から鱗のなんかお料理 の、 なんかの手間のかけ方、同じ素材でも一手間二手間足すことによってその今まで作ってきたものが本当に見違えるように美味しくなる、だからなんか贅沢なものを使うんじゃなくて本当に素朴なそこにある旬の素材を使って本当に美味しくできる、で油物も一回揚げたらもう一回湯通しして取ったりとか、体のこともすごくヘルシーだし、あと色が綺麗で、先生に言われたように五味五色のことなどお料理を心がけてお弁当を作る時もなるべくそのように子供にもあの孫にも美味しいものを入れるんだけど、やっぱりお野菜も多めに入れたりとか彩りよくして本当に勉強になってます。でちょうどあの通い出してから、主人も腎臓悪くなって透析になってしまったんですよ。そうするとあの要は病院の先生に透析 の、 あの毎週毎週検査があって、結果が悪いと要は家で食べてるあの料理が悪いからそんな数値が悪くなるとか気をもっと気をつけなさいとか言われたので、あの自分ではねきちんと気をつけてたつもりなんですけど、やっぱりその言葉にカチンときまして、どんなものを食べてるかをお弁当を5個作って先生と看護師さんにあのお手製の先生から習ったお弁当を持ってってあの試食してもらいました。そしたらそれを見て先生も看護師さんもやっぱり薄味でこんだけのお出汁を使ってこんだけの味が出てこんだけきちんとした料理を作ってるから本当にごめんなさいって向こうの先生が謝りました。でそれからもお料理のこととかその塩分のこととかも何も言わないで、うちで食べてる食材に関しては先生も何も注意されなくなりました。
今年いただいたおせちなんですけど、まあちっちゃい三段ですけど本当に品数がいっぱい入ってて、あとお教室で習ったお料理もあるし、要は手間がかかりすぎて作れないものもあるので、やっぱしあれを見た時に、ああ道楽先生のお料理だなって本当思いました。たかたかそのお野菜を切るのにも普通に千切りじゃなくてかつら向きにして千切りにするっていう時の、そのそうした時のお野菜の食感はすごく違うんですよ。だからそれもおせちに、あたかたかあれの2つの絹玉巻きに入れるためにもそうやって1個ずつ手をかけているっていうのがすごい、やっぱし技術の高さとその丁寧さと、やっぱし伝統を守っておせちを作ろうっていう先生の心意気が伝わってきましたね。あと全部が薄味で、その薄いからって味がないわけじゃなく、一つ一つお出汁の味わいも全部違うし、だから食べて飽きないで、そのまあ和え物も絶対先生は1個の味付けじゃなくて、こっちはこっちこっちはこっちで足したものをあえてるので、和え物にも丸みがあって含みがあって、一辺倒の一個の味じゃないから、本当にそれはもう感心します。本当習いに行って自分も癒されるし、食べて美味しいじゃなくて食べて、はあ幸せっていうお料理ですね。あの私も、もう美味しいものを食べるのが大好きで、で腎臓病になったくらいですから、いろんなとこへは行っております。しかし先生のとこのお料理を食べた時に、なんだこの薄味なんだけど味のある本当のお料理を味わったのは初めてでした。そのおかげで、あの先生のところのお料理を食べると実は血糖値が下がるんですね。でこんな糖尿もあるような私みたいに、あの食べて血糖値が下がるなんて普通信じられなかったんですが、もう本当にこれびっくりしました。それとあと先生のお料理を見て、あの器のすごさ、あの器を私らに食べていいのか、もし割ってしまったらどうすればいいのかと思うような器で食事をさせていただき、なおかつあの一番びっくりしたのがお品書きで、今時手書きで名前が入っているわ、器の名前も入っているわ、で料理のことが細かく書いてあるわ、ああいうのを見て他の料理屋さんでは一度も見たことありません。あれはとにかく素晴らしいと思いました。だから先生自体にいろんなことをなさるのか聞いたら、お茶をやるわ、版画を彫るわ、もうとにかくいわゆる漫画でいうあの魯山人とか、あの貝原雄山みたいな方で、こんな方が本当に日本にいるんだなと思って、あの楽しくいつもご馳走になっております。だから近いうちにもまた今度は家族を連れて、先生のお料理をたしなみに行きたいと思います。先ほどいただいたあのおせち、まずびっくりしたのはあのサイズです。みんなおせちっていうのはもっと大きいサイズで、それでやったらそれをカバーするために、必要もないような料理をいっぱい入れて数だけ合わせてるっていうような料理が多いのに、あのサイズであれば、そしてあの数であれば、あれならご夫婦で2人で食べても十分ですし、かといってちょっとした人数でいただいても十分だと思います。あれは素晴らしいサイズだと思います。それと今までのその先生の味がうまく伝承されてまして、あれならばあの食べた方がいっぱい食べて満足できる、あれは最高のお料理のおせち料理だと思います。母がお教室に通っていて、あのいつもお話は伺っているんですけど、あの老舗料亭とか、まあ、歴史あるお料理屋さんって聞くとやっぱりすごくハードルが高いというか、すごいこう敷居の高さ、あの庶民にはこうあまりこう口にすることもないのかなと思うんですけど、このようにこう図春期のおせちをこう手軽に買わせていただいて、あのその敷居の高い料亭の味を味わえるっていうのはすごくこう貴重な体験ですし、あとはやっぱりこう食べたことのない
味、優しい味もそうですし、当たり前にお正月に出てる料理が一つ一つ美味しい、そういう、こう感動をもらえるっていうのはすごくこう心が豊かになりますし、やっぱり食べ物っていうのは自分の体を形成するのに大事な栄養素で、その中に幸せっていう幸福感も加わってくると体も喜ぶし心も要は温かくなる、それで笑顔が増えるっていうのは素晴らしいことなんじゃないかなと思うので、また来年も引き続き食べたいと思います。おせちって、まあ、百貨店とかデパートでももちろん扱ってると思うんですけど、やっぱり見ると、まあ、5万円6万円っていう結構高額で、なおかつどれを頼んでいいのか、まあ、分からない、高級食材をたくさん織り込んだおせちっていうのはよく目にはするんですけど、すごく豪華で手頃なっていうおせちはあまり見たことがなくて、で今回の図春期は1万円台のとてもリーズナブルなお値段で、なおかつ本当に美味しいっていうところがもう素晴らしいで、さらにサスティナブルな活動もされてるっていうところも、そう、食べることによって地球環境にもこう自分たちも関われるっていうところが素晴らしいなと思います。今日の食べたおせちは見たことない食べ物とかあって、食べてみたら全部美味しくて、一番お気に入りだったのが数の子、プチプチしてて美味しかったです。他は周りになんか湯葉、お魚の周りに湯葉がかかって、それが好き。あと小魚、味も濃すぎないからちょうどよくて美味しかった。まあ、一番美味しかったのが魚の西京焼き、まあ、一番初めに食べたんですけど、まあ、それが一番美味しかったかなと思って、魚になんかもう味噌の味が染みついてて、なんか今までで一番美味しかったです。エビも普段あんま食べないんですけど、食感がもうプリプリですごい美味しかったです。ごぼうが牛肉で巻かれてるやつがシャキシャキしてて美味しかったです。濃すぎず薄すぎずって感じで、すごいなんか他のおせちにはないような味が楽しめたと思います。